何か建築をランドスケープとして考えられないかというところからちょっと考えを始めました。まあ石を、まあ、建物を作ることによって、まあ、石の丘のようなものをこう作りたかったわけですけど、石がこう羽毛のように見えたりとか、あとその屋根がこう大きな翼をこう広げたようにこう見えたりとか、あとまあ細い柱がこう雨の線に見えたりとかっていう感じで、実際その僕が着目したのは古い技術を使った、まあ、古来からあるような建物で、石で作られた屋根っていうのは、まあ、日本でも実際昔にはあったものだし、まあ、アジアでも見られるもの、同時にまあ当然ヨーロッパでもこうあるもので、世界中どこでもそういう昔の技術っていうのはあるような、そういう共通点があるんじゃないかというふうに僕は思ってます。昔すごく古い技術で作られた建物というのは、もともとその子にあった風景とも似通った建物をが作られるんじゃないかなと思っています。建築を作ることによって単にこう人工的な環境を作るというのは、まあ、ちょっと建築を作る目的とはちょっと違ってるっていうふうに僕は思っていて、人間がこう自然の要素の一つになるような、まあ、そういうものを作りたいなというふうに思ってるのかもしれないです。こうすごく重たいものがある種その成り立ちもしないような感じで宙を舞ってるような、まあ、そういうものをどう作るかということは結構考えてました。その結果、まあ、自然にこうあるこう神秘性を感じたりとか、すごくこう、まあ、逆に畏怖を感じたりとか、どうやってその構造の存在感をなくしていくかとか、逆にどうやって構造が成り立っているかどうかが分からないようにしていくかっていうところを、まあ、かなり注意してデザインしているというふうに思っています。かなり最初の段階から構造家の人と話し合いながらこう作るんですね。だからもうアイデアになってないような段階でどう成り立つからどういう形にできるのかとかっていうところを考えていくようにしてるんで、僕がこう喋りながらこう計算してこれができるできないっていうのをこうやってきながら、こうキャッチボールでこう数時間の中で答えが出せるようなところもあるんで、そういう意味でまあ柱がすごく細く見えると思うんですけど、こう上からの力、その延直力しか受けないような状態にしてるんですね。Focused on deep listening. This is an application for your phone that you download. On your phone, you have a map of the park, and then there are 5 different locations of species in the environment. The 世界中の別の地域の人たちがある種のこう懐かしさとか共通な感覚を持ってこう受けられるようなそういう建物の価値観を作りたいと思って、まあ、これを始めたという感じです。風景っていうのはこういろんなこうイマジネーションを人間にかきたてるというふうに思っていて、例えばまあ空を見て雲を眺めた時に、まあ、それをクジラというふうに想像したりとか、
もしくはその、まあ、それを取り立てふうに想像したりとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、その意味であるところでこの建物は、まあ、そのロンドンの雨空を舞う、まあ、黒い鳥のようなものっていうふうになんかこうイメージできたらいいなっていうのも思ってました。